7月4日はアメリカの独立記念日。全米各地で花火大会が行われます。今年で38回目となるニューヨークのメイシーズ花火大会は全米最大級。4万発以上の花火が25分間マンハッタンの夜空を彩ります。毎年およそ300万人が訪れるメイシーズ花火大会は今年6年ぶりにロワーマンハッタンの東側イーストリバーで開催されます。ブルックリンブリッジがショーのセンターピースとなり、橋の上からも花火が打ち上げられます。観覧エリアはマンハッタン側がモントガマリーストリートからブロードストリートまでの FDR ドライブ沿い、ブルックリン側はブルックリンブリッジパークのピア1から6までとブルックリンハイツプロムナードとなっています。レジャーシートや椅子、バックパックなどはセキュリティ上持ち込めませんのでご注意ください。また観覧エリアは交通規制がかかりますので、車で行かれる方は交通情報を確認の上お出かけください。花火大会はテレビでも中継されます。放送は NBC、 東部と西部は夜8時から、中部は夜7時からとなります。打ち上げ前に行われるパフォーマンスと合わせて自宅でゆったりと花火を楽しむのもいいかもしれません。